どうも、我は大聖霊寺なり。というね、なんかクソみたいな茶番を置いといて前回のリベンジね、ここですね、溢れる思いと溢れる記憶ね、前回ね、まあ孫とことなきほどにボコボコにされたんですよね。ね、もう前回とはもう違いますって。もうだからまあどうやらね、あのね、あの調べた感じだと、こう、どこだ、あ、ここの、どうやら、じゃこっからわかるんだけど、あの、フランの種族が鬼なんですね。鬼だから、あの、とりあえず、わかって、一つの対策として、あの、鬼特攻。鬼特攻とか、まあ、あと鬼耐性をゴリゴリに積んで、まあ、行こうかなと思う。あとね、回復もね、大量に持ってきますね。で、それで言ったら、まあ、尽きないようにスペルカードも同じくして、めちゃくちゃ持っていく。まあ、食料は、まあ、ダンジョン中に頑張って垂らせって話ですね。まあ、ちょっと、そんなところで、ちょっと一旦、何をお求めですか？一旦このあまりの金で、サテライトイリュージョン買っとこう。サテライトイリュージョン買っておいて、で、入れておいて、どうしようかな。で、毒ダミージは今買って、このタイミングでもう飲んじゃう。何をお求めですか？で、一応ダークスパークを買っとく。ありがとうございました。よし、じゃあこれでいきまーす。はいはい、付き合ってあげるよ。いや、これで負けたくはないな。まあといっても多分ここの前半部分は、カットします。こっからね、カットします。ではこっからは早送りでどうぞ。はい、20回までとりあえずやってみました。多分次21、22が多分ボスフロアになるので、まず、まあ、ここはいわゆる、まあ、通常フロア、最後なのかな。まあ、多分ね、あのね、だいぶ、その、武器のね、レベルとかもだいぶ上げまくったので、ようこそ誕生日や。だいぶ上げて、まあそれでこれ水じゃねえか。でね、まあどうしよう、特攻のね、インとかもめちゃくちゃ入れたりしたので、また来てくれよ。まあボス戦対策はめちゃくちゃした方だと思うんだけど、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあ過信はしないようね、行きたい。さて、さあここにはボタンもないかな。最後怪力薬でもね、まだこういうね、なんだろう、怪力薬とか加速薬とか、まあ言えばバフをつけてくれる、まあやつも、ね、持ってきた方がいいかなと思ったんですけど、よくよく考えたら、なんかね、状態異常解除するなんか技みたいなのがあったんで、それがあったらほとんど意味ないなと思って持ってきませんでした。さあ、純粋な力比べ。おっと、さあ先生、
144。あ、あたたたた、すごっ、いげつねえダメージ入ってる。いや全然効かないな。いやまだね、最初のここはいいんだよ、こっちなんだよ問題は。さて、こっから緊張感を高めていこうか。さあまず先生、あ両方で壊れた。おっと、うわー、眠る、えげつねえダメージ入った。うわはははこれかよ。いや、で正面にいるからスペルカード、うわうわっと、ビームで対抗してきた向こうも。アイテム名を忘れた。だが、俺は攻撃の手をやめない。マジか。これは、あ、復活した？いや、復活しない。直線上にいるんだな。あれ、後ろに行きすぎるとこっちの、これで避けていた。回復ね、回復忘れないで。いや近づけねえ。思ったけどこれ使えるのかな。よし使えるわ。これ気づいてよかった。待って、ちょっと雑魚が溜まってきたらこれだな。あんた硬いな。やっぱよし、もう一回いくぞ。あいしょ、待って、ちょっと待って、片方壊れてねえな、これならもう一発。よし、さて、自分の HP 量にも気をつけながら、あ、痛い。はい、もう一発、はい、どんどん撃っちゃうよ。勝てー、まだ耐える。はい、向こうか、いて。で、ちょっと怖いから回復しつつ、痛い。はい。そろそろ倒れてくれないか？マジで硬い。で、こっちはこっちで対処する。さて、どうしましょうか。ピーカンの、痛い。さて、じゃあ瞬時に壊す。よし、両サイド壊れた。いや、このなんだろう、ビームがえげつねえんだよな。なんつうか技名わかんだけど、一体なんだろう、この波動みたいなのは問題ない。イビルアイっていうのか、イビルアイは問題ないけど、なんだろう、デストラクションビームっていうのがやばい、痛すぎる。やばい、カロリー、やばって、もうスペルカードねえぞ。あー、もうちょっと持ってくるべきだったか。この辺はほぶねえ。なんだか面白い味がするのものだな。なかなかいい味じゃない。こっちだ、オッケー。痛い。で、回復はしっかり忘れずに行って、で、壊して、壊しきれるか。じゃあこっちはこっちで。シャリー勝った。
本当に硬いよ。どうだ。いや、これでもまだ平気なの。第3戦は望んでねえ。これでもダメか。三回ほらなんて再生速度なの。これじゃキリがないわ。まだ、いや、もう一戦は望まないよ。二戦だけで十分よ。ていうかおお、だってダメージ数見た感じだとあれ余裕です。数戦いってるよな攻撃。おお、なんだ。マジかよ。これなら再生速度を上回る火力で消し飛ばすしかない。本当だよ。ナフラ、少し痛いかもしれないぜ。魔法。させないんだから。それも採択できんの？もうすごいな。ん？お、なんだ。なんだそら。ほら、なんでもあり。動けないでしょ。あ、なんだね、大精霊陣も誰が、ダリンが取り付くか次第でここまで強くなるんだね。私の一番すごい攻撃でとどめを刺してあげる。お、お、あ、うん、あ、うわ、ちょ、どうす、この光はマリサの弾幕よりもちょ、もっともっと強力なんだから。やばい、えげつねえの来そうだな。あれ、これデストラクションビーム。体まとめて、動けない。これは本当にピンチかも。ちくしょう、ここまでか。波の の攻撃から出るもんじゃねえ。あ、終わった。させない。何やつ。おお、光が曲がった。なんだった。ルナ、あ、任せて。なんだっけ。音が止まった。ああ、確か音を消す程度、音を消す程度だか分かんないけど。まあ多分体が動くぜ。すごいな。ほーらーい、あなたたちどうして。うん、私たちには何か手伝えることがあるかもしれないと思って。手伝え、もう、うん、手伝ってくる、うん、いや、マジで感謝。いや、マジでね、1ヶ月でいなかったからね、今頃死んでるから。勇気を出して、ここまで来たんです。アリスさんの意図のおかげで、迷わずに済みました。まさか本当に役立つとは。なんで、なんで、なんで、どうして私の邪魔をするの。そんな、それ対応していいもんじゃないよ。あ、なんだっけ。見境なしね。まあそれがフランだから。でも光なら私が屈折させるし、うんうん、超音波は私がかき消すよ。まさかお前たちに助けられるとはな。まあそうだな、異様性もまああれだな、それは集え。言えた、一体、ね、一体というか一人だけじゃもしかしたら非力かもしれないけど、それはね、集まればそれは末恐ろしいものに変わるよ。それじゃあ私は最後の一仕事をしてくるぜ。よっ、バカにして。バカにしてはいないよ。四角から私のツタで。あ、
なんてコンビネーションというか、私の能力にかかればあなたの下の動きなんて一目瞭然なんだから。すごいな、こういうところでもちゃんと活用できて、活用というか有効活用はできるんだね。ナイスアシストよ。よう、フラン、好きだらけだね。さて、フラン、ちょっと痛いが我慢しろよ。しょうがない。お前の後ろのでかいやつを、私の最大火力で吹き飛ばす。終わったら妖精の国で遊ぼうぜ。そうだぞ、うん。何も、もうフランは一人じゃねえんだから。弾幕はパワーだぜ。お、名言。これでも食らいな。魔法。マリサさん、マリサさん、マリサさん、頑張れ白黒。白黒。おい。チルノの一人の一言なんか。なんか。チルナの一言ひどくねえのか、なんか白黒ひどくねえか。雑雑雑。終わったのか。私やっぱり王様になるのやめとくわ。話が飛びすぎてる。今回の件、異変を解決したおかげでみんなの支持も得ているのに。正確には異変があるから。真面目な話、私は王様としてこの国を守ることができなかったからな。そんなことないです。マリサさんはちゃんと。おいおい、最後にお前らが助けに来なかったら私はやられていたんだぜ。そう、最後まさかあんな万事休すだと思わなかった。よく頑張ったな。お前らは私の命の恩人だぜ。私たちが命の恩人。そうだから、この国を守る王がいるとしたら、それはお前たちだ。そういうこと。元王様の私が認めたんだ。自信を持っていいと思うぜ。そう、一代目が言ってるんだからいいんだよ。もう でももしまた今回みたいな異変が起こったら。まあそれは頑張ってみんなで解決して。その時は協力するぜ。そう異変解決の専門家兼お前らの友人としてな。そう、それなら安心かな。納得してくれてよかった。うまくいく気がしてきた。私たちならやれるやれる。そうね。なんとかなるなる。うんうん、やっぱ妖精はこれくらい単純じゃないかな。最後はもうなんかちょっと嫌味というか悪口のような気がするけど、それじゃいい感じにまとまったことだし、国を挙げて異変解決のお祝いでもするか。はーい。ああ元に戻ってる。大聖霊寺も元に戻ったし、一件落着ね。まあそうだな。まあ、あのマリーさん、ごめんなさい、私。おお、姿が見えないと思ったらこんなところにいたのか。まあ、これから異変解決のお祝いをするんだ。一緒に来いよ。この私が直々に妖精の国を案内してやるぜ。観光だ、あれだな、あの王にならなくても観光大臣ぐらいにはなっていいんじゃないか。私のせいで妖精さんたちは迷惑したんでしょ。それはそれ、これはこれ、許してくれるかな。心配するなって、
こういう時のための元王様だ。どういうこと？妖怪と妖精の橋渡し、最後の仕事にふさわしいじゃないか。さすが。ついてこいフラン。妖精に私の友達をフランドール・スカーレットを紹介してやるぜ。本当に仲いいなこの二人。見ていてほのぼのする。マジ本当につらかった。しっかりと食らったしね。ん？戻ってきた。あ、で、フランがいる。ヤッホーレモン。なんで？うちは妖怪のたまり場じゃないんだけど。まあいいわ。こんにちは、フラン。こんにちは。珍しいじゃない。あんたがここに来るなんて。そう、なんでここにいるの？マリサから聞いてると思うけど、私も冒険についていくことにしたから。よろしくね、レイモン。え？そんな話聞いてないわよ。言ってないから。頑張るぞ。ちょっと。どんな場所に連れて行ってくれるのか。話を聞かないったらありゃしないわ。まったく誰にいたんだか。はしゃぎすぎて日焼けしないよう気をつけなさいよ。あ、面倒見合い、さすがにいいわ。終わった。なんか虚しい。あー、でここにあれか。あ、3人が追加されてるわ。行くわよ。はい。というわけでね。ね、フィアリーキングダムっていうのかな。フィアリーオブキングダムなの？どっちでもいい、まあどっちか分かんないけど。まあね、もうサブストーリーは今回はここまでになります。次回からはね、左にね、いると思いますけどね。ね。彼女のね、サナエの、ストーリーかな。やっていきたいなと思います。では、今回はここまでにしたいと思います。では、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では、失礼します。